まあ、走って楽しいバイク、アート作品を作ってるわけじゃなくて、あの乗って楽しいバイクを作ってるので、部品一個一個もステップもマフラーも全部ワンオフで作ってますけど、どうしてここにあってこういう形してるかっていうのは全部理由がある。機械いじり好きだし、しかもバイクはそのいじるだけじゃなくて乗ってどっかに行けるし、やりたいことをやる、のめり込むっていう、そんだけですよ。年齢も上がってきてるので、これからじゃああと何台バイク作れるかとか、ちょっとずつ考えるようになってくる。そうするとやっぱり一台一台後悔のないようなものを作っていきたいなと思って。